皆さん、こんにちは。今回は、上越新幹線の新宿駅延伸構想について、多分小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。今回の主役は、上越新幹線です。上越新幹線といえば、東京駅から新潟駅までを走る新幹線で、最近では、2階建ての車両がご卒業されたなんてニュースがありました。ですが、今回のテーマを聞いて、皆さんこのように思った瞬間がなかったでしょうか。おい、今日は何の話だよ。そんな話聞いたことねえよ。まあ、確かに今となっては、新宿駅へ延伸するプランは消滅していて、工事をスタートさせる予定は全くありません。ただ、昔は確かにアイデアとして存在し、今のような東京駅ではなく、新宿駅を始発駅とする予定だったとのことです。それは、今から約50年前のことでした。当時、政府はこのように言いました。東海道と山陽だけじゃなくて、もっともっと新幹線をそこら辺に作るぞー。当時、東海道新幹線の成功談があったことから、全国各地に新幹線を作るプランを出しました。この時は、山陽新幹線がすでに建設中だったのですが、さらに、東北新幹線と上越新幹線も建設されることが決まりました。この時、東北新幹線は東京駅を始発駅とし、上越新幹線は新宿駅を始発駅とする予定だったみたいです。そして、ルートが早い時期に決定した大宮駅から北側の区間で工事がスタートしました。一方、大宮駅から上野駅までの区間では、ルート選びにトラブルが生じました。当初は、トンネルを掘る予定だったのですが、建設の分野に携わっていた理系の人たちがこのように言いました。トンネルはちょっと無理だな。高架方式にしよう。地下にトンネルを掘るのは理系的に難しいことに気づき、線路を高架方式にすることにしました。その結果、周辺に住む人たちがこのように言いました。おい、ふざけんなよ。まず近所迷惑だよ。新幹線ができると騒音の原因になるとのことで、周辺に住んでいる人たちがブチギレたとのことです。当時は日本は高度経済成長期というイケイケの時代だった傍ら、全国では公害が問題となっていた時期でした。そうしたこともあり、騒音で苦しむのではないかとして、周辺の人たちがブチギレたとのことです。こうした結果、国はこのように言いました。あー、わかりました。ルート変えて新しい在来線も作るから、これでなんとか許しておくれ。新幹線のルートについて、できるだけ人様が住んでいないエリアを通すことにしました。さらに埼京線を新幹線の線路の隣に作り、地元民の足となる路線も作ることにしました。その結果、住民の怒りはある程度収まったらしく、くねくねした線形になったものの、新幹線の線路が上野駅まで作られる感じになりました。一方、新宿延伸について、国などはこのように言いました。お金ないよ。新宿まで作る余裕はさすがにねえわ。最初のプランが出た数年後、オイルショックという出来事が起こりました。この結果、物の値段はいろいろと大幅に値上がりし、整備新幹線のプランは完全に凍結されてしまいました。国も国鉄も新しい路線を作る余裕がなくなってしまったとのことです。さらに、住民の怒りがようやく収まったばかりだったため、新宿延伸の話を持ち出すと再びやばい感じになりそうだった事情もあったみたいです。こうした結果、大宮駅以南のエリアについては、東北新幹線を上野駅まで作ることだけに集中しました。ゆえに、上越新幹線の新宿延伸の話は消滅し、東北新幹線の東京延伸を経て、上越新幹線も東京駅発着という今のようになった感じです。ところで、上越新幹線の新宿駅延伸のルートですが、当時の国の偉い人はこのように言いました。戸田公園の近くまでは複々線にして、そこから枝分かれする感じかな。大宮駅から戸田公園駅までの区間は、東北新幹線の線路を複々線化させて走らせる予定だったみたいです。そして、戸田公園からは国道17号の地下を走り、新宿駅の地下へ乗り入れる予定だったそうです。なお、新宿駅には
当時プランとしてあった成田新幹線が乗り入れる予定でした。そのため、上越新幹線は新宿駅より成田新幹線へ直通することも想定していたみたいです。また、この時代は飛行機やマイカーはまだ贅沢な交通手段で、主役といえば鉄道でした。ゆえに、北陸新幹線や北海道新幹線はもちろんのこと、上越新幹線の計画もありました。新幹線がバンバン走り、東京駅だけではパンクすると政府は考えていたみたいです。そう考えると、新宿駅発着というアイディアは決して難しいものではなかったのかもしれないですね。まあ、そんな感じで上越新幹線は新宿駅まで延伸するプランがあったのですが、皆さんはこれについて何か感想はありますか？さて、ここからはうぷ主のおっさんのどうでもいい話になります。今回の主役である上越新幹線の上越というワードはこういう漢字の頭文字を取ったものなのですが、これについてうぷ主のおっさん、このように言いました。あれ、上越新幹線って東京駅が始発じゃなかったっけ？まあでも昔は上野だったからかな。なんで上越っていう名前にしたんだろう。鬼徹だった頃のうぷ主のおっさん、上越の上という文字を上野の上だと思っていました。まあさすがに大学に入ってからは分かったのですが、高校時代はこのように思っていました。皆さんはこのような経験はないですか？まあ後にこのワードの意味を知った瞬間、うぷ主のおっさん、このように言いました。ん？高付け東京ライン？以上、上越新幹線の新宿駅延伸の構想についてと、うぷ主のおっさんのどうでもいいエピソードでした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いします。